海姫。戦国時代に生きた女性である。彼女は豊臣の大軍勢を前にひるまず籠城戦を繰り広げた。驚くべきは数的不利な状況にもかかわらず豊臣軍を押し返し城を守り抜いたという点である。海姫らが籠城した忍城は落城しなかったのである。戦場で刀を振るった姫、海姫の生涯を振り返る。チャプター1、武芸者の血筋。1572年、神津の国。武士の家に海姫は生まれる。海姫！彼女の父親は、忍城の城主、成田氏長である。父上！我らの城は、自然の恵みに守られた難攻不落の城である。忍城！忍城の周囲は、川と湿地帯に囲まれており天然の要害として有名だった。そんな忍城と父のもとで海姫はすくすくと育っていく。ちなみに彼女の女性親族には武芸に秀でた者が多かった。祖母は70代という高齢にして籠城戦を指揮し、おりゃ母も武芸が達者であったという。ほんとだ。そんな血筋もあってか、海姫も武芸の才能を開花させていく。やあやあ。海姫誕生から十数年後、10代後半となった海姫は強く美しい女性となっていた。美しい容姿と武芸の才能を兼ね備えていたことで人々は彼女のことを絶賛したという。東国武将の美女を、男なら天下に名を残す人物となっただろう。照れるぜ。海姫の運命が大きく変わったのは1590年19歳の頃である。チャプター2、豊臣軍の侵攻。1580年代以降の日本は豊臣秀吉が大きな権力を握っていた。秀吉は天下統一に向け全国各地の猛者たちを軍事力でねじ伏せ、その配下に取り込んだ。四国地方、九州地方を手中に収めた後、秀吉は関東地方に目を向けた。次は関東だ。そして1590年、小田原征伐。豊臣秀吉は関東に勢力を築く北条氏を攻めた。秀吉率いる大軍勢が攻めてくる。父上。北条氏に仕える成田氏にとっても危機的状況であった。私は小田原城へ向かう。後のことはお前たちに任せたぞ。海姫の父、成田氏長は北条家を守るため軍を率いて小田原城へと向かった。忍城には海姫を含めわずかな兵のみが残された。殿がお帰りになるまで城の留守は私が守ります。安末、お任せあれ。うほえうえうえ。大丈夫か？城主不在の忍城の指揮を任されたのは70歳オーバーの成田康末であった。そんな不穏な雰囲気を漂わせながら戦いが始まる。チャプター3、城代の死。1590年、北条氏の居城である小田原城は豊臣秀吉率いる大軍勢に包囲された。この時小田原城の攻略と並行して北条氏に味方する関東地方の各市場にも豊臣軍が侵攻した。海姫のいる忍城にも豊臣軍が迫った。ここにも
豊臣軍がやってきたか。忍城に侵攻した豊臣軍は石田三成率いる約2万3000人。忍城を攻め落とせ。対する忍城に籠城する成田軍は約3000人。ただしその中には城下の民衆なども含まれていた。ああ、豊臣の大軍勢だ。姫、危機的状況であった。姫様、ご安心ください。この城はそう簡単には落ちませんぞ。ふむ、我らの城は自然の恵みに守られた難攻不落の城であるな。圧倒的兵力差のため一方的な戦いになるかと思いきや、豊臣軍は天然の要害である忍城を攻めきれずにいた。三成様、あの城めっちゃ攻めにくいっす。ぐぬぬ。よーし、さすがは我らの城。ぐはそんな中、城の指揮を任されていた成田康末が急病で倒れる。そしてそのまま天に召された。大任を預かったにもかかわらず申し訳ない。後任は息子の長近に任せた、任せた。康末の遺言により、彼の息子である長近が戦の指揮を任された。やべえ！より一層気を引き締めて戦に臨むぞ。ですね。城代の死というトラブルに見舞われながらも、忍城にこもる成田軍は豊臣軍の侵攻をうまく防いでいた。城を死守せよ！しぶといな。そんな中、三成様、秀吉様からの書状です。これは、戦いは新しい局面を迎える。チャプター4、水攻め。水攻めを仕掛ける。秀吉の命令を受けた三成は忍城に対して水攻めを決行した。豊臣軍は全長28キロに及ぶ堤防を築き、川の水を城内に引き入れようとした。これで城は水に沈む。しかし予想よりも水位は上がらず、城は水没しなかった。さらに降り続いた雨により堤防が決壊して、豊臣軍に大きな被害が生じた。豊臣軍による水攻めは失敗した。このまま行けば城を守り通せるぞ。戦いは籠城する成田軍優勢で進んでいた。三成はまだ忍城を落とせないのか。三成に援軍を送れ。チャプター5、海姫出陣。海戦から約1ヶ月後、豊臣軍の援軍が続々と到着した。浅野長政、前田利家、上杉景勝、真田昌幸などなど、名だたる名将たちである。豊臣軍の攻撃はこれまで以上に苛烈となった。このままでは本丸にまで敵が入ってくる。私が出陣しよう。こうした危機的状況に城代を任された長近は前線に向かおうとする。待たれよ。大将が前線に出るのは得策とは言えん。私が出る。海姫は甲冑を身につけて名乗り出た。その手には成田家に伝わる名刀並切が握られていたという。行くぞ皆の者。姫様の出陣だ。皆気を引き締めよう。
海姫の出陣により兵の士気は上がったはずである。この時海姫自身も敵兵を打ち倒す活躍をしたという。ワンドリアー、この城は落とさせん。海姫の活躍もあり、成田軍は豊臣軍の城内侵入の阻止に成功した。落とせねえ。名だたる名将たちがあらゆる策を講じて忍城を攻め落とそうとしたが、それでも忍城は落ちなかった。とある伝説では、あれ、あいつ女じゃねえか。豊臣軍のある兵士が海姫の存在に気づいた。そして求婚した。強くて美しい女だ。我らが勝利した暁にはわしの妻にしてやろう。しかし海姫は取り合うことなく射抜いたという。そんな伝説を残しながらも戦は終局へと向かっていく。チャプター6、終戦。豊臣軍が小田原城に侵攻してから約3ヶ月後、北条軍の総大将である北条氏直が豊臣軍に降伏。小田原城は落ちた。もはやここまで。一方その頃忍城は依然と籠城を続けていた。我らはまだまだ戦えるぞ。しぶとすぎる。この時海姫たちは小田原城の落城を知らなかったという。よくぞここまで耐えてくれた。しかし我らは負けたのだ。その後海姫の父宇治長から小田原城の落城が知らされた。そして豊臣軍への降伏が指示された。こうして忍城は開城した。開城の際海姫たちは堂々と城から出たという。勝った気がしない。その後忍城は豊臣軍によって没収された。チャプター7、海姫のその後。1590年、北条氏が豊臣軍に降伏したことで、豊臣秀吉による天下統一は完成した。その後、海姫は秀吉の側室となった。武勇もすごい、容姿も美しい。海姫の武勇に惚れ込んだ秀吉は彼女を相当気に入っていたという。彼女の父宇治長は厳しい処分を逃れ、後に2万石の領地を与えられた。こうした厚遇は海姫が秀吉の側室となったことが関係しているとも考えられている。その後の海姫の詳しい動向は不明である。一説には秀吉の息子である秀頼の養育係に任命されたと伝わる。また別の説では隠密として働いたとも伝わる。ただしいずれも根拠は曖昧で伝説に過ぎない。海姫、戦国時代に生きた女性である。彼女は豊臣の大軍勢を前にひるまず籠城戦を繰り広げた。忍城は最後まで落城しなかった。海姫らが籠城した忍城は明治時代の廃藩置県の際に廃城となりました。現在は御三階櫓の外見が再建されています。史跡には郷土博物館があり、地域の歴史を知ることができます。忍城、秩父鉄道行田市駅から徒歩15分。今日の名言、人生はどちらかです。勇気を持って挑むか棒に振るか。次回の日本史漫画は城の攻め方6選。